ウゴ交通の路線バス車両ウゴ交通の貸切車両ウゴ交通株式会社は秋田県の一般乗り合い旅客自動車運送業者。秋田県南部を営業地域とするバス会社。秋田県内では最大規模である。1916年創業。本社は横手島江里二番町。かつては横総線、小勝線という二つの鉄道路線を運行していた。 営業所のうち、車両所属のある営業所は、自動車営業所。車両所属のない営業所は単に、営業所と厳密には区別される。ただし、バス停名など、実用上は、自動車営業所も単に、営業所と省略される場合も見られる。外洋秋田県仙北市と神奈川県横浜市を結ぶ、夜行高速バス。愛称名、レイクポートは、 田沢湖と横浜港にちなんでいる。横手自動車営業所と大曲り自動車営業所が交互に担当。かつての横浜側の共同運行会社は相模鉄道。なお、相鉄は2008年8月31日、出発便を持って撤退したが、実際には同年3月16日より、動こ通が相模鉄道担当分も運行していた。 翌2008年9月1日より、江ノ電バス藤沢が参入し、同年11月1日より、鎌倉駅、藤沢駅への延伸が図られた。2019年6月30日の運行をもって、江ノ電バスは運行から撤退。動交通の単独運行となるとともに、鎌倉駅、藤沢駅への乗り入れも中止された。運行経路路線円格車両利用状況横手。 湯沢大局、本城など、県南地区を広くカバーしており、秋田県内では、最大規模である。小田急バスによく似たカラーリングが特徴。かつては、小田急バスからの中古車が在籍していたほか、都営バス、川崎鶴見臨港バス、大阪市営バス、京阪宇治交通、千葉交通などからの中古車も在籍する。また、バリアフリー車両は、 ワンステップ車が一定数導入されているものの、自治体から委託されているコミュニティバス以外の一般路専用としては、ノンステップ車が全く導入されていない。条項は、前扉から乗って前扉へ降りる運賃、ご払い方式、陶器の安全等を考慮していると思われるが、中扉は締め切り扱いである。そのため、車椅子やベビーカーでの利用はお断りしている。 横手十文字湯沢館と横手金沢六号、大局館、本庄西目二カホ北方館を呼び、健康整錬が各市に設置している病院と各市の営業所や JR 拠点駅前とを結ぶ路線等が比較的運転頻度が高い区間となっているが、最近では過疎化と自家用自動車の普及に伴い、徐々に減便されている。運賃は、現金、回数券、定期券、 特別乗車証で支払う。観光スポットを結ぶ路線が多数を占めており、地元住民のほか観光客の利用も多い。備行、編集、地域間観戦系統として、国、秋田県、沿線市長の補助を受ける。宇ご交通では、各自治体より、下記のコミュニティバスの運行を住宅している。高速定田沢関連会社の宇ご交通工業が、田沢湖で遊覧船の運行。 レストハウスの営業を行っている。4月から11月の季節運行で、1日4、往復を運行する。1995年7月15日就航、19、相当、機関出力 800PS、公開速力23ノット、旅客定員110名1983年4月25日、就航、14相当、機関出力 450PS。 公開速力23ノット、旅客定員58名1ヶ月定期1万円3、ヶ月定期2万1000円6ヶ月定期3万6000円。購入の際は写真と年齢を証明する書類等が必要となる。また、運転免許証自主返納者は返納証明書の提示も必要となる。動交通が発行する回数乗車券は普通回数券としては、 禁種別のものがベースとなっており、11枚ないしは12枚、綴りで10枚分の金額となる。普通回数券とは別に、セット回数券の名称で、50円券8枚、40円券と30円券が、各10枚の1100円相当分が1000円で販売されている。運転免許証を返納し、運転履歴証明書を有するなどの条件付きで販売する。 特特回数券は、品種別回数券で、100円券12枚を1000円で、販売する。ただし、湯沢発の秋田駅高速バスなど、路線により利用できない場合がある。湯沢市、横手市と秋田市を結ぶ高速秋田線が、秋田市に乗り入れている関係で、秋田中央交通発行の回数乗車券が、秋田市へ乗り入れを行っている、各路線で利用できる。なお、 秋田駅東口、角野立営業所管を、うご交通が、季節運行により単独で運行している路線については、運賃設定上の都合を理由に、うご交通発行のものであっても、回数券の利用は、不可としており、現金支払いのみとしている。ジャスコ横手店が、キーテナントとして出店していたうご交通ビルや平か、総合病院跡地は、再開発事業によって、 横手イーストと呼ばれる区域に生まれ変わり、その一角には、ウゴ交通が建設した介護付き有料老人ホームで、ある、サラサ横手が立地する。同施設の運営に関しては、ウゴ交通が自主運営を目指し、日本地域福祉協会を研修先として定め、社員研修などを積極的に実施した。しかし、異業種から高齢者向け施設の運営に参入することは、 障壁も大きいことから、うご交通は自主運営を断念。研修先であったジャワに施設を賃貸し、不動産運用を図ることとした。同施設は地下1階、地上3階の建物で全44室の個室を設け、2010年3月に開設されている。秋田市乗り入れ路線の秋田市側の車両待機に利用するのを主とする拠点のため、 停留所としての機能並びに車両配置はない。秋田市場入り路線に関わる定期券の発行業務は行っている。動交通では大きな手荷物と位置づけている。かつて各市の JR 拠点駅からほど近い中心市街地に設置されていたが、老朽化と敷地の手狭さなどの理由で、揺り組合、総合、小月中央、平賀総合と相次いで郊外に移転。 新築されている。秋田駅東口、イオンおところの店前から、角の建方面へは、乗車のみ。角の建方面からイオンおところの店、秋田駅東口は、校舎のみ。イオンスーパーセンター、横手南店とイオン横手店の間を通る、市道上に停留所が設けられている。イオンモール大曲高は乗車のみ、横手校は校舎のみ。ピンクの県は、禁酒別及び、 一般の回数券のみで、通学用は緑かかった青、買い物券はオレンジ、子供用は紫と種別ごとに変更されている。ありがとうございます。